ムロとララーの戦場における官能は人の革新。人は変わっていくわ。そうだよ。アムロは信じるさ。アムロ、時が見える。僕は取り返しのつかないことをしてしまったんだ。僕はララを殺してしまった。今の私にはガンダムは倒せん。ララ、私を導いてくれ。ララーの存在はアムロたちの思いとは関わりなく選挙。前へ進んじゃダメだ。光と人の渦が溶けていく。あれは憎しみの光だ。コロニーを転用した大口径レーザーは連邦軍司令レビルと密かに停戦交渉を行おうとしていたデギンまでも飲み込んでいく。ジオン本国さ、宇宙ソーラレイによって主力対するジオン。我が忠勇なるジオン軍兵士たちよ、今や地球連邦軍艦隊の半数が我がソーラレイによって宇宙に消えた。この輝きこそ我らジオンの正義の証である。決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。あえて言おう、カスであると。ララーを失った。ジオングの完成度は 80% だと聞いたが。 80%? 冗談じゃありません。現状でジオングの性能は 100% 出せます。足がついていない。あんなの飾りです。偉い人にはそれが分からんのです。そしてホワイトベースも残存勢力を結集する連邦軍本体と合流し、ア・バオア空へ進行しようとしていた。いかにも戦力不足だな。こちらもソーラシステムを使えればな。でも大丈夫だと思います。ニュータイプのか。はい、時間よし。互いに視力をつく。グレートデギ、やむをえんだろう。シナスコ冗談はよ。意外と父殺しの罪をさ、後に始まりました。よし、作戦開始だ。敵フィールドを制圧しろ。アムロ、さっきお前の言ったこと本当かよ。嘘ですよ。ニュータイプになって未来のことも分かれば苦労しません。そりゃそうだな。逆立ちしたって人間は神様にはなれないからな。ディアン。
よし、上陸して司令部を叩け。ここの一番乗りを先取りしようって。そそっかしいからよ、こういう時は臆病でちょうどいいのよね。シャアは何をしている。司令部へは近づけさせるな。要塞からの攻撃が。左へ、エンジン急速閉鎖。ホワイトベースのエンジンが両方とも。なんだって。
できるんだ。ホワイトベースは僕が守ってみせる。ガンダムのパイロット、あのパイロットに打ち勝つ方法は？なら教えてくれ。どうしたらいい？あっ、こい、僕が相手だ。行きます。後に続いてください。おうおう、言うようになっちゃって。このまっすぐ行けばアバーワクーの核へ行ける。できるぞ。そう思える力を与えてくれたのはララーかもしれん。ありがたく思うのだな。貴様がララーを戦いに引き込んだ。戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。お前だ。獲物はでかいな。覚悟しろ木馬。うわあ、シャッター、畜生。だから違うって言ってるだろうが。
動けよ。陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカ、ライフルで立ち向かえ。白兵戦かよ。サヤト、俺らも降りるぜ。は、はい。アムロ、頼んだぞ。こう近づけば、四方からの攻撃は無理だな、シャ。見えるぞ。逃げられた。シャーマン、一体どこに。赤い彗星も地に落ちたものだな。脱出するぞ。私が生き延びればジオンは失われる。
愛者のもとには行かせん。早く通さなきゃ。見えるぞ。姉上と仲良く暮らすよ。シャーか。いるはず。来たな、ガンダム。ララ、力を貸してくれ。しゃ、お前だって分かっているはずだ。本当の敵はサビ家ではないのか。私にとっては違うな。自分がいかに危険か分かっていない。素直にニュータイプのありようを示しすぎた。だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だから私は君を殺す。今ララーが言った。ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では、人はニュータイプを殺し合いの道具にしか使えん。ララーは死にゆく運命だったのだ。貴様だってニュータイプだろうに。同志になれ、アムロ。そうすればララーも喜ぶ。正気か。貴様は野放しにはできんのだ。さあ、チキー、まだだ。たがメインカメラをやられただけだ。シャアだって分かっているはずだ。本当の倒すべき相手が誰かということを。いるな。シャアとの激闘の末、アバ、ま、ララーのと殺し合うのがニュータイプじゃないのに。え、そうだな。どうしたらいい。アムロとはいつでも遊べるから。見えるよ、ララ。見えるよ、みんなが。アムロの導きで
ホワイトベースのクルーはア・バオア空を脱出する。距離や言葉を超えて分かり合う人と人の形だが、脱出艇に集まったクルーの中に肝心のアムロの姿はなかった。人がそんなに便利になれるはずがない。失望に暮れるクルーをよそに子供たちがはしゃいだ声を上げる。3、2、1、0。小さい手で紡がれたカウントダウンの末、爆風の中から反壊したコアファイターが姿を現すのだ。アムロ、みんなはごめんよ。分かってくれるよね。ララーにはいつでも会いに行けるから。この日、宇宙世紀0080、この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。